フロールシュタットは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、ベッテラウ郡に属す市である。フロールシュタットは、フランクフルトアムマインの北東、約28キロメートルのベッテラウ地方に位置している。市内をニッタ川とホルロフ川が流れている。フロールシュタットは、北は、ライヒエルスハイム、北東は、ランシュタット、東は、グラウブルク、南はアルテンシュタット及びに、ダタール、西は、 フリートベルクと境を接している。フロールシュタット市は、ライトヘッケン、ニーダーフロールシュタット、ニーダーイコールモックシュタット、オーバーイコールフロールシュタット、シュターデン、シュタムハイムの各市区で構成されている。カステルオーバーイコールフロールシュタットあとシュターデ区に、あるイーゼンブルク家の上巻シュターデ上1970年7月1日に、それまで独立した町村であったニーダーフロールシュタット、 オーバーイコールフロールシュタットとが合併して新たな自治体フロールシュタットが成立した。シュターデンは1971年12月31日にこれに加わった。1972年2月1日にライトヘッケンがこれに続いた。ニーダーイコールモックシュタットとシュタムハイムの合併は1972年8月1日になされた。 2011年3月27日の選挙以降、フロールシュタットの市議会は31議席からなる。ヘルベルト・ウンガーは2000年3月19日の選挙で62.4%の票を獲得して市長に初当選した。彼は2012年3月18日の選挙で対立候補がなく90.6%の新任票を獲得して参戦を果たした。 フロールシュタットは以下の都市と姉妹都市協定を結んでいる。フロールシュタットは特にラインマイン地域へ働きに行く通勤客の住宅地である。地元の経済分野は農業、手工業、小売業、サービス業である。本市の地域は連邦道 B275 号線と連邦アウトバーン A45 号線で広域道路網に結ばれている。 後者のフロールシュタットインターチェンジは、ニーダーイコールモックシュタットと、シュターデントの間で、B275 号線に接続する。フロールシュタットは、アンドレアスマイヤーの小説、ベルトヒエスタークに登場する。これらの文献は、翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。